まずこう入ってきまして、玄関はもうシンプルにしました。で上がってじゃん、左側のお部屋、声がガラガラやばい。左側のお部屋はこんな感じのフローリングで、こういう感じで壁紙を貼りました。すごいなんか乙女の寝室っていう感じを意識してやりました。なんかこういうところにねドレッサーとか置いたら可愛いお部屋に仕上がるんじゃないでしょうか。でここにダーンってベッド置くとかね。そしてこちらのお手洗い、こんな感じで森のキノコが生えてる感じのお手洗いになりました。最初がね床がもう最悪やっただけに、でなんかいろいろと皆さんトイレ DIY に関してはいろんなコメントいただいてるので、今後の参考にさせていただきたいと思います。みんないつもコメントありがとうございます。そしてこちらがキッチンです。はい、これめっちゃ気に入ってるんですよね。スパイスラック、私作りました。このスパイスを収納する壁で、この壁もなんと作りました。これ全部ベニヤ板でできてます。すごくない？これすごい気に入ってる。これはもうバジルじゃないんですけどね。はい、そしてキッチンですね、いい感じに可愛く仕上がったと思ってます。このヘリンボーンを川端くんが貼ってくれて、床めっちゃ可愛いと思って、でさらにこのねちょっとかすれたレンガというかこういうのが可愛いなと思います。青いねペンキめっちゃ可愛い感じ、ホントにめっちゃ可愛い。でなんかね雲をねここにあしらっております。このスペースはなんか黒板とか貼っても可愛いっぽいですね。じゃじゃーん、こちらはちょっとテラコッタを貼ってみましたね。ちょっといい感じの茶色っぽいカーテンつけて、で押し入れを見て、お酒が飲めるスペースにしました。これもちょっとね半ばボケみたいな感じで作ってみたんですけど、このねちょっとバーナーで焼いた、いい感じに焼いたね、こういう木の箱にこうワインとかなんか焼酎とか、焼酎じゃないな、なんかおしゃれなリキュール、カシスとかね並べて、でさここに、こっちはここにこうワインをくっつけるやつがあるので、まあ今日はこんな感じでお茶ばっかさしてますけど、この上にワイングラスをねこう引っ掛けるやつをつけてみたので、ゆくゆくはねここでお酒なんか飲んでみてもいかがでしょうかね。ここになんか CD とか置いたりとかしてね、結構妄想は膨らむばかりって感じなんですけども、こちらでやっと今回4部屋目が完成いたしました。もうマジでめっちゃ嬉しい。ほんまできんのかいなと思ったけど、1年間で6部屋とか、でもみんなのコメントとかに助けられて、ほんまにコメントであったかいコメントが来るから続けてられてるなってほんま思ってて、ほんまみんなありがとうございます。しかもなんかこういうグッズもあるよとかそういうコメントもくれてほんまに嬉しいです。では残りあと2部屋なんですけども、気合い入れて5部屋目も頑張りますので、なんかキレ悪い、気合い入れて5部屋目も頑張ります。ちょっといいやん中山さつき台ちょっと見てみたいなと思った方は、同日祝の朝10時から5時まで中山さつき台団地現地案内所にてモデルルーム公開中です。ぜひぜひ皆さんお越しください。